4月15日内藤さんんとのウィークエンドテラです内藤さんよろしさておとといですね4月13日衆議院本会議で入管難民法改正案審議入りしました外国人の収容・送還に関するルールこれを見直して難民申請中の送還を可能にする入管難民法改正案というものなんだそうですが、まあ、この法案が成立すると国が退去すべきことが確定した まあ、この外国人については強制送還がしやすくなると言います。改めて内藤さん、この法案の意義というのはどう感じですか。うん、だから、逆に言うと、ええ。 あのいわゆる合法的にきちんとした手続きを踏んで難民認定された人、はい、あるいは移民をした人を排除するということではなくて、はい、そこでそれには該当しませんよと、はい、あなたは不法入国ですよと言ってわれた人たちを、はい、これを国が退去させるのは当たり前でしょ。国国、はい、国というのは国家国民領土があって でそれでも国民があって、うん、で主権があってというこの3つですけれども、はい、そ,その領土に誰を入れるかというのをきちんと判断して認定するのが国の最低限の仕事なわけです、はい、でそこでこの人は不適切だから外国人としていてほしくないですよねというのは当然国としての権利としてあるわけで,、うんえー、でそれを退去すべきとした人間を強制召喚できない方がおかしいこれまでね。これまで、はいえー もちろんねその例えば難民認定の仕方がおかしいとかこれは問題あるという議論はあるでしょうと、はい、でただやっぱりこれ退去させるべき人間をあの退去させられないということの異常さをまず理解すべきですよ。はいはい えー、で実際、ですね現在の入管法に定められた退去を強制する理由、まあ、これに該当するため、日本から退去すべきことになっている外国人の多くが、そのまま退去するのは、これ、普通なんですが、ただ、中には、ですね退去すべきことが確定したにもかかわらず、退去を拒む外国人、いわゆる送還記者これもですねかなりいると言います。まあ、こういった記者は令和4年12 7月末の時点で去年よりも1000人以上多い4233人まで増加していると言いますまあ、中には日本で罪を犯してですね善かを有する者もいるということなんですねで、そういった外国人でも日本から大挙を拒めば日本からのこの大挙を拒めば日本に滞在したままでいられるということのようなんですまあ、何か不思議な制度なんですよねで、そもそも問題を起こした外国人をすぐに相関せずに一度 収収容容施設に収容しななけければいけない、まあ、これもなんかこう妙な感じがするという指摘もあるんですがこの辺りは内藤さんはいかがですかいやだから例えば犯罪を犯した人についてはやっぱり裁判をきちんと受けて叱るべき刑務所に一定期間ね入ってもらうということはこれあって叱るべきだと思いますよ私は。でただここで言ってるののはおそらく不法滞在の人すぐ 強制相関しなないでで、はい、にってことなんですけど、ええ、でおそらくあの一般的に不法滞在で強制送還の対象になるような人っていうのは旅費もないからはーはーみたいなこともあるとは思うんですが、はい、ただあの、もうそんなこと言ってらんないですよね。うん、あの基本的にはあのこ送還喫死者というのはどういう理由、ええ、どういう事情なのかですよ。うん、要するに、あのー 旅費がなくって、はい、飛行機代がなくって帰れないということであればそれは悪いけどその国のそのそ人の国籍を持っている国をです、ねはい、大使館から出させるとか、はい、であとはその国の中でその,その国の政府なり何なりがですね、はい、その人から個人的にその請求すればいいんで大使館に請求するだり。はい あるいは、あのこれが例えばある種の活動家がです、ね、囲っていてごねれば何か得られるみたいなことを言っているようなそういうタイプなんかそれはもうケースバイケースだと思いますけれどもだけどやっぱりですねこんなの認めちゃダメですよ。うん、いやこれ認めちゃったらあの本当に歯止めが効かなくなりますからやっぱりあの私はきちんとした形で来る移民の人たちはそれはそれで受け入れていいと思いますが、はい、やっぱりですねこう不法移民だったり、うんあの 不正,入国で不正な退去、まあ、しないでずっとい続ける、はい、ビザ切れて見続けてる人っていうのは、ええ、結局どうなるかっていうと、はい、だから例えばその人たちがあのいろいろ例えば日本語ができて資格も取って日本で生活するという意思を示したときに救済の措置はあってもいいけれども。はい 基本的には日本にいてはいけない人はこれは返さなきゃダメです、はい、でもキリがないから、ねえー、現行の入管法では退去すべきことが確定した外国人について原則として退去までの間収容施設に収容することになっています、まあ、そのため外国人が退去を拒み続けかつ難民認定申請を誤用を誤った使い方ですねあと乱用するなど、まあ、こういう事情があると退去させることができ 来ないらしくまあ、そのまま収容が長期化するということになるようですえ難民認定申請を誤用乱用ということがこれあるんですねだから、えー、これはやっぱりあれですよおそらくこの難民認定をしたいという外国人の方がこういう制度を理解してると思えないですから、はい、やっぱりそれは国内にこういうの手引きしてる連中がいるわけですよそういう人たちはじゃあなんでそういう意図を持ってやってるんですかと本当の善意だけなんですかと、えー この収容が長期化するとですね収容されている外国人の健康上の問題、まあ、これが生じたり早期に収容を解除されることを求めるハンガーストライキ、あと治療拒否など、まあ、収容施設の中でさまざまな態度になる外国人も少なくないというこれは困った話ですもんねだから長期化させちゃいけないそうなんですね、まあ、だからそういう意味でもだから例えば最長でも1週間。うんはい えー、あの少なくともその次の便で直行便がない国だったらとにかく大使館に、えー、あの金出させて先方の、ねえー、国の、はいえー、というのがおおお叩き出です。 ルールはルールでちゃんとやらなきゃダメですよ。そしてこの入管難民法の改正案では難民認定の申請中は強制送還できない仕組みを改めて、まあ、これまではそうだったということなんですが申請繰り返しても3回目からは原則、送置できるようにする、まあ、こういうことのようです。た、まあ、ただです、ね、このの法案にについて入管で収容中に死亡したスリランカ人女性の遺族などから ウィシュマさんという方だったんですがこのスリランカ人女性亡くなった方がですねその妹はですね、えー、妹さんは入管が姉の尊厳を守っていれば死ななかった尊厳というなら真相究明をちゃんとやってほしい外国人の命を脅かすのではなく守る法律を作ってほしいと訴えていて、えー、ミャンマーで迫害されているロヒンギャ族の女性からは私は涙 民認定申請を2回却下されているえ通してはいけない法案だ助けを求める外国人に居場所を作ってほしいと話していたといいます、まあ、なかなかこの国際的な人権問題も絡む難しい問題もあるようなんですがねうんだけど、えー、まずウィシュマさんに関しては、はい、これは何をどう共鳴しようと、はい、いわゆる不法滞在だったわけでしょ。うん はい、議論の大前提としてはのビザがきれいになってしまったわけでしょ、はい、でその時に例えば救済措置というのはあってもいいかもしれないけれども、うんはい、そこでハンガーストライキまで行っちゃうということ自体が、うん、これはやっぱりおおかしいわけですよそ、うんね、らくそれは支援者と称するあ,のある種のグループがそういう形でその異議申し立てをするということはっきり言って彼らの政治闘争の道具に使われた犠牲じゃないですい。 でロヒンギャについても、えー、これもだから難民認定を2回却下されてるっていうんですけれどもだってそもそも本当に難民ですかということもあるしで、えー、あの難民についてもこれ受け入れるんですかとそそもも日本として、えー、まずそその問題あるでしょ、はい、それから例えばじゃ受け入れたとしてこの人がじゃあ例えば日本で生活をして生きていくというふうなことを本気でそのつもりでやるんだったら。例えば 例えばです私は難民認定してる人でその審査に時間かかるのであれば例えば3か月とか半年とかって分かんないですけどいるんだとすればその間に日本語教育やりゃいいんですよ。日本で生きていくんだったらこれは基本的に日本の習慣だって少なくとも日本語の言語できないと困るからそれを3か月、一つきはきついかなでも生きるのしないと最低限の日常生活は一月二月で多分できるようになるでしょう読めなくても会話だけでいいですよ。 で少なくとも自分の意思を表示したりいまあ例えば3か月も半年でもいいや<え>でその終わった後に日本語の試験やって。はい で日本語ができなければ日本で生活できないですよと、うん、っていうことは結局、日本社会で受け入れることはできないんですよと言って、うんえー、でその試験は本人が頑張ればできるようになるわけですからそういう歯止めでも何でもやれじゃないですか、えーはい、それも何もなしんですよいきなりやってきて難民だから入れろと入れなきゃお前ら人,間人権侵害ふざけたこと言うなとこれアメリカのグリーンカードなんかね結構厳しいんですよ、ね、やですあのやっぱりね、えー、あの何でもかんでも入れてるっていううなことは、うんはい、いや、じゃあそんなこと言うんだったら そういう活動家の人たちじゃああなたは自分の家に誰でもかれでも入れるんですかと困ったいやそういう心の広い人いるかもしれないですよだけどそうじゃないでしょ。 はい、で一方で、このウィシュマさんはですね施設内で衰弱して亡くなったとされていますが、まあ、この長期交留によって衰弱したという面もこれはまあ否めないんですで早期に送還されていればウィシュマさんのような悲劇は起こらなかったという意見もあるんですよね、うん、いやだけど、えーはい、逆に言うとこの送還するお金は20万ぐらいですか、うん、ね、それをだからじゃあ例えば支援者っていうんだとその20万円出したいいじゃない、カンパして。うん 少なくとも長期交流といったってこの人、反ストやったんですよ、反、うん、ストするように持ちかけた日本人は、反ストさせたことについての責任どう取るんですかと、こういう時に限って反ストは本人の意思だとか、なんとかって、うん、絶対あいつら言って、責任とは逃げるでしょ、うんうん、卑怯だよね、うん、本当にこういったそういう政治闘争の道具にこのウィシュマさんを使うようなこと、だ結局そういうに使われちゃうわけですよ。うんはい だからこれが衰弱して亡くなったっていうのはですよ本当にじゃ彼女が食事をしたいというのを本当にそ例えばもう全然食事も与えないで,です、ね、あのやったと別に食事は出してたのに反則したんでしょうそれは気の毒だと思いますよ、うん、亡くなったんだから。えー、だけど 明らかになんか歪んでませんかその話が。うん、はい。でまあ今回のこの入管法の見直しについてやはりですね立憲民主党や共産党などは入管法の改正案が国際基準に沿っていないなどとして批判をしているようです。まあ、改めてこの日本での難民の受け入れそして包括外国人への対応というのはでもこれはやっぱり今内藤さんのお話聞いてても考え直さなきゃいけないですね。いけないですね。ねですから、えー、あのでこれもよくそのサービスだなんだっていう。 あのそ,のそういうえ連中をいろいろ言うんですが、えー、あの日本の場合おそらく外国人に対する差別とか、うん、あるいはその摩擦というのの多くの部分は、うん、肌の色とか宗教とかが原因というよりも、うん、日本語ができるかできないか、うん、あるいは日本社会の習慣に馴染むかどうか、うん、例えばゴミ出しなんかもそういうところのルールをきちんと守れるかどうかというのを、うん、じゃあ例えば。 難民として受けるんだったらそれは日本社会のルールに従って適応して生きていけるかどうかの試験をやりますから、はい、え合格した人しか入れませんよってことだっていいわけですよ。ええ だからあらかじめ言っとくっく、ねええ、日本というのは良くも悪くもね、土質の,の高い社会で、うん、多くの日本人は日本語しかできませんよと、だからあので、これもだから、こういうこと言うと、あ多分そういうその差別の当たりを見た連中が、必ずですね飲食店にジャパニーズオンリーというようなこと書いてあると、ですね、ええ、これ、日本人が排除する差別だって、いや、違うでしょっ、うん、多くのところは私たちは日本語しかできないから、れで外国人は対応できませんよってよってことなんですよ。ええあ それはできるなら対応しますけどできませんよということを言ってるだけの話なわけだからそういう、ですねだとしたら例えばじゃあその飲食店についてはですよじゃあ外国語で対応するマニュアルみたいな組合が作って壁に貼ってこの店は日本語しかできないんでメニューのこれをさしてくださいで例えば簡単な日本語でディスはこれでとかね呼びかけるときはすみませんと言ってくださいま言ってくださいと言いは多分わかると思うけれどもほとんどの人だ例えばそういう ポスタ何なら配ってそれでも対応してそれでもいや俺は日本人以外売りたくないっていう人がいればそこで初めて攻めればいいんで、うん。 なんかですねあのこういう人の善意を悪用して、うん、外国にサービスしているかなとい,いう政治活動を政治闘争の道具にしようとしている連中がいてだからそういう人権を食い物にしている連中が俺たちは嫌なんだという話なんですよ、うんはい。で結局、それはそうなってくるとどうなるかというとそれこそ人権そのものがなんかいかがわしい雰囲気になってきちゃって、はいえー、これは非常にまずいんですよ、うん、だから、やっぱりルールはきちんと守らせると。えー でそれでおかしなことでそういった変な連中の食い物にさせないと、うん、もうそれに尽きると思います、ね、人権という、まあ、本来の色が他の色に染まっちゃうって結局、やっぱりそれをあの、えー、使って、はい、あ,のある種の,その自分たちの,その,なんかあのポジションをあの利権を得る、まあ、利権ってまあお金だけに限らないですけども、はいえー、ポストを得たり、まあ、そういう形でその食い物にしている連中あまりに多すぎるで少なくともそこの部分をクリアしない限りやっぱりあのちょっと難しいですよね。はい 以上ウィークエンドテラちゃんでした内藤さんありがとうございました